聖教の異端審問部隊テンプラーとの直接対決は、私たちシャドウガーデンの運営形態に思わぬ大きな変化をもたらした。テンプラーを率いていたのは宗教国家オルムの聖女ウィクトリアだった。そしてそのウィクトリアはゼータのことを個人的に見知っていたために、先日の戦いで二人が顔を合わせて対峙した結果、ゼータがガーデンのメンバーであることがウィクトリアにテンプラーに知られてしまった。悪魔付きへの対応には違いこそあるけど、ガーデンの存在が邪魔であるという点においては、教団にもテンプラーにも互いに利害の一致がある。テンプラーがガーデンの尻尾をつかもうと動くのであれば、ゼータの足取りを追うというのが必然の流れとなり、その結果テンプラーがディアボロス教団とゼータについての情報を共有する可能性も浮上してきた。だけど私たちガーデン側としても、ゼータによる情報を起点としての情報収集活動をやめるわけにはいかない。そこでゼータ本人の希望もあって、ゼータによる今後の情報活動の基盤はガーデンとの距離を大きく取ることになった。この琴の景色もこれまでに比べたら見ることが少なくなっていくのかもね。ゼータ、オルフォ様、見送りはいらないって言ったのに。それとも別の任務を追加したくなったとか。ゼータ、本当にあなたはこれでいいの？これでいいも何も、こういう状況になったのは私自身のミスが原因だから。アルファ様もガーデンのリーダーなんだし、市場に流されて判断を誤るようなことがあってはならない。そうでしょ？それはあなたの言う通りではあるけど、それにもう二度とアレクサンドリアに帰らないってわけじゃない。ただ帰還時期を不定期にして、定期報告も廃止して、影に潜み然るべき場合に連絡を入れるようになるだけ。ちょっとばかりアルファ様の方はやりにくくなるとは思うけど、そこはね、私の顔が敵のリーダーに知られた以上はガーデンの秘密をより注意深く守るべきだから。ゼータ、まあ案外すぐに重要な情報をつかんで、あっさり一時帰還なんて流れもあるかもよ。そうあってほしいものね。ああ、ここは冗談で返すところじゃないよアルファ様。そこだけ聞くと揉め事をいつでも大歓迎って感じに聞こえちゃうんじゃないかな。そう聞こえても構わないわ。あなたが帰ってくることに違いはないもの。ああ、まあ頼りのないのが元気な証拠ってくらいに思ってくれる方がこちらとしてはやりやすいかも。わかってる。だけど用事がなくてもいつでも帰ってきてね。ことアレクサンドリアの地は私たちの家、つまりあなたの家なのだから。まあその必要があって安全も確認できたら。それじゃあまた。気をつけてねゼータ。ゼータ。何もかもが順調とはいかないものね。けれども私たちは、シャドウガーデンは決して歩みを止めない。ディアボロス教団を滅ぼすその日までは。